どうもチカリタ TV の田代チカラです。今日は8月19日なんですけど、奈良県に来ています。その目的なんですけど、今日の夕方6時15分キックオフの JFL 奈良クラブの試合を見に来ました。で、僕は2012年2013年の2年間だけこの奈良クラブに所属してたので、古巣のクラブの応援に来たという感じです。で、今回の試合のマッチデーを仕切る会社の方に、僕が当時奈良クラブに在籍してた時の教え子ですね、選手をしながらジュニアユースのコーチをしてたんですけど、その時の教え子がその会社に今回入社して、で、その子が中心となって今回の試合を盛り上げていくみたいなので、それでぜひ力コーチも見に来てくださいとご連絡をいただいたので今回来たという感じです。チームを離れてから9年ですね、9年経ちますけど、すごく思い入れのあるクラブなので、今日の試合も勝てるように全力で応援していきたいと思います。それではスタジアムの方に行ってきます。はい、ということで奈良クラブの試合の観戦に行ってきました。試合の方は3対1で勝利して、暫定ですけど JFL の首位に立つことができました。普通に試合を見てても強いと思ったし、素晴らしいチームだなと思いました。で、今日の試合のマッチデープログラムなんですけど、僕のコメントも少し載せていただいて、ここですね、少し載せていただいたりしてて、こうやってチームを離れて9年ですかね、経ちますけど、今でもこうやって気にしてもらえてるっていうのはすごく嬉しいなと思います。で、試合の後には奈良クラブのスポンサーをしてる方と夜ご飯を食べに行かせていただいて、その時間もすごく楽しかったです。サポーターの方とか、あとは僕自身が在籍してた時に一緒にプレーした選手とか、久々に会う人もたくさんいたので、本当にすごく楽しい時間になりました。ということで、今回の奈良に来た旅というか目的は、この試合を観戦することももちろんなんですけど、実は明日トップチームの練習に参加することになりました。昔から痛みがあるアキレス腱の治療というか治すことに専念してたんですけど、せっかく来るんだから練習参加するっていう風に言ってもらえたので、一回その怪我と向き合うのはストップして、今日昨日としっかり体を動かして明日のトレーニングのために準備はしました。で、先週と今週の最初の方はジムでのトレーニングしかしてなかったんですけど、まあ、それでも筋トレと合わせてエアロバイクで心肺を上げるトレーニングっていうのは行っていたので、まあ、その点に関してはそこまで心配はしてないんですけど、まあ、とにかく明日は怪我なく久々の奈良クラブでのトレーニングを楽しみたいと思います。そんな感じで今回の動画はこれで終わりにして、練習参加に関してはまた別で動画を作れればと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもぜひ残していってください。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。